ハンドヘルドの名前を変更する。一つのアプリで複数のハンドヘルドを使用したい場合は、個々のハンドヘルドに名前を付けることで簡単に特定することができます。登録設定のセクションでハンドヘルドに名前を割り当てます。オクルセンス iPad アプリのセッティングズ、設定を開きます。ハンドヘルドレジストレーション、ハンドヘルドの登録をタップして、デバイスネーム、デバイス名にハンドヘルドの名前を入力します。